今日もライディングチャンネル始まりました。今日は、走り方のイメージっていうか、ライン取りのイメージっていうのかな。要するにまあ、ブレーキングで例えると、その、ガクンってやらないとか、やっぱりガクンってやるとフルボトムしちゃって、フロントが固めに、セットアップに向かい、結局クリップで回らないとか、いろいろね、リアがグリップしないとか、いろいろ問題が出やすくなるのと一緒で、走り方のイメージ、どういう風なライン取り、どういう風な気持ちでコーナーに入っていくかっていうのをちょっと説明しようかなと思ってます。例えば、こんな感じで、まあ、ちょっと待ってた方がいいかな。このぐらいの方が説明しやすいかな。まあ、こんなコーナーがあるとします。で、まあ、ストレート走ってきて、まあ、ブレーキングして、こうやって出てくんだけど、まあ、ここがブレーキング、だよね。ブレーキングして、徐々にブレーキング、こうやって薄くなってくんだけど、弱くなってくんだけど、こんな感じかな。弱くなってくんだけど、まあ、ここクリップ、まあ一応この辺がクリップだとします。で、この、まあ、ライン取りのイメージ、ライン取りのイメージなんですけど、僕としては、どういう風に どういうイメージで走るかって言ったら、ジェットコースターのように走りたいんですよ。わかります?ライン取りっていうかね、走り方がジェットコースターのように走りたいんですね。で、ちょっとわか今の若い子はちょっとわかんないかもしれないけど、昔ね、マウスジェットみたいなちっちゃい二人乗りのジェットコースターがあって、その、すぐカクン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 って回るジェットコースター昔あったんだけど、そんな感じで回りたいんですよ。で、どういうことかっていうと、まあ例えばね、こうやって、こういうふうに、ジェットコースターこういうふうに回るとしたら、回った途端、まあこれが R なんだけど、まっすぐ来て回った途端に、クリップと同じ、旋回力があるわけ。回ってるって感じ。もうなんていうの?このジェットコースターとビューンって言って回り始めたら、もう思いっきり G がかかって、クリップまで同じ G が続くって。わかるかな?もうこことここって同じみたいなコーナーが。で、出口まで一緒っていう。ガクン!一気にコーナーリングに入ってくっていう。これって、まあ、ブレーキングがないんだけど、すごく、コーナーリングとしては、コーナリングスピードすごい速いんだね、感覚的に。ここの入り口からいきなり曲がるっていう感じになるんだけど、この入った瞬間、バイクで言う寝かし込んでた瞬間にもうコーナーとしてみる。みんな多分、曲がってるって、自分が曲がってます、バイクを曲げてますっていうところは、やっぱりこの辺だと思うんですよ。この辺。みんな一生懸命頑張るんだけど、曲がるって感じになるんだけど、僕は、ここがスタートなんだよね、もう。もう寝かし込んだら、曲がるっていうイメージ。みんなね、多分、こっからここの距離を、多くの、これ、四輪も多分一緒ですね、カートも。ここを、ここの間を、止まるっていうイメージで、オートバイをここに合わせて、ここのスピードに合わせて、止まるっていうイメージで走ってないですかね。僕は曲がるんですよ、ここ。曲がるっていうところにブレーキが、ブレーキをかける。で、曲がるっていうイメージの方が強いんですよ。みんな多分止まるっていうところで曲がるんじゃない?止まるっていうイメージが強くて、曲がるになると、やっぱ車速って落ちるんですよ、コーナリングスピードって。やっぱクリップのスピード落ちるんで、もう、まあ、ここは一応ブレーキングなんですけど、まあ、ブレーキングを、で、ちょっとでも寝かし始め、もう膝がする前ね。
寝かし始めた時に、もう僕の中ではイメージは曲がるっていうイメージなんですよ。で、どうやって早く回ろうって。でも曲がるってイメージで、どうやってスピード乗せようと思いながら、まあブレーキングもしてる。みんなは結構、ブレーキングして、クリップに曲が、クリップにってか曲がるっていう考え方わかるかな？その、どうしてもイメージが曲がるってイメージじゃなくて、ここ止まるってイメージでみんな考えちゃってるから、だから、クリッピングポイント遅いの。ここ曲がるってイメージで行くと、結構スピードすごい乗っていくんで、これって、ね、本当イメージなんで、ちょっと例えにくいんだけど、こういうイメージを思うことによって、コーナーリングスピードってすごい上がるんです、実は。これすごい大事なことなんですけど、で、まあ、ほんで、大体の、ね、多くのライダーは、深いブレーキング、早くアクセル開けるっていう風になっちゃうと、やっぱりクリッピングポイントのスピードって死ぬんですよ。で、やっぱりこの、って言ってパッて閉じて、ブレーキングして、寝かし込んでた時、まだブレーキしてるよ。結構ブレーキングしてるんだけど、寝かし込んでた時は、もう僕曲がるってイメージで行くんですよ。だから、もしか、フロント、まあそこフロントから転ぶんだったら、カーブに対して転ぶ。コーナーリングに対して転ぶ。ね、で、大体大体多くの方はね、ブレーキングで転ぶんですよ。わかるかな、イメージ。ブレーキングで転ぶ。僕はコーナーリングで転んでっちゃうんですよ。そういうイメージ。だから、だと車速ってすごく落ちないんで、まあそういう、ちょっと、イメージ的な今日はとこなんですけど、まあブレーキングはここまでで、とにかく僕ここは攻める。もう本当にここをコーナーとしてどうやって攻めるかっていつも考えてたんで、もう、グリップ、まあ感覚の中でさ、まあ感覚って言ってんだけど、前、グリップの使い方で、ターンの旋回に何パ、例えば 90%、ブレーキングに 10% っていう、こういう、まあ、イメージ、使い方があるんだけど、これのもう、ここを、いかにターンにグリップを使っていくかっていうイメージ。で、多くの方は、だいたいここで、ね、ターンに10で、ブレーキングに、90になっちゃってるんだけど、イメージとしては、とにかくここは逆に、もう逆って言ったら変だけど、このブレーキングの方にいかに少なくするか、70とか、もっと50、50とか、イメージね、イメージとして、そういう、もうターン、もうここ、もうね、ここみんな結構手抜くんですよ。手抜いて、なんか、だらーっと走る。ブレーキングだけでだらーっと走る。そういう、わかるかな？ブレーキングは一生懸命やってんだけど、そのコーナーとしてはダラーっと攻めるん。と、すごい、ここでも、結局ここで手抜いた部分がここにしわ寄せてくるんで、結局クリップも苦しくなっちゃう。曲がることに対して。やっぱりね、寝かし込んだ途端、もう寝かし込もうと思った途端ぐらいから、もうコーナーなんだって言って、曲がるんだって言って攻めると、結構ね、クリッピングポイントの速度って上がってくるんで、ちょっと今日はちょっと感覚的なところでちょっと難しかったかもしれないけど、でもこれすごく重要なんで、こういうイメージでね、ちょっと練習してみてください。今日はちょっとライン取りのイメージね、これすごく大事なんで、一回試してみてください。以上です。